メイクのコツは、コンタクトってさ、サイズでかければでかいほど正義だった時代あったよね。韓国コスメライターのチタンでーす。ということで今回はですね、私の YouTube 初、カラコンですね、についてお話ししていきたいと思います。というのも実は、私韓国のいろんな韓国カラコンサイトさんだったり、ブランドさんのね、レビュアーとかブロガーをやってた時代があって、結構いろんなとこのいろんなデザインをね、試してきたんですよ。で、その中で、こういう風に選んだら結構自分に合ったものを選べたなとかっていうね、法則をいくつか見つけたので、今日はそれのデザイン直系編っていうことでお送りしていきたいと思います。はい。というのも、皆さん、コンタクトたまにさ、なんかもうサイズバカでかすぎて、もうお化けみたいな人たまにいるじゃん。日本産のお化けみたいな人。査読系とかね。そうそう、着信あり系とかのね、人、みたいな人いると思うんですけど、ああならないために自分がね、漏れるカラコンのサイズの選び方っていうのを本日は紹介していきたいと思います。でね、もちろんめちゃくちゃ一般論的なお話もしていくんですけど、中でも私の持論も結構挟まってきてるので、いっぱいカラコンつけた人の一意見として聞いてくださったら嬉しいです。ということで、まずはですね、カラコンのサイズを選ぶ前に、ちょっと知っておかないといけない単語が一つあるので、まずはそれから解説しておきますね。そのね、知っておかなきゃいけない単語っていうのが、デザイン直径です。デザイン直径っていうのは何かっていうと、レンズの直径ではなくって、レンズに書かれてるデザインの直径ですね。で、これ結構サイトによって表記の仕方がまちまちで、デザイン直径って書いてくれてるところもあれば、デザインサイズとか、あとはデザインを D って訳して、DIA っていうのが直径のことなんですけど、DDIA っていう風に表記したりしてるブランドさんとかもあります。でね、レンズ根本のサイズ自体は、まあ、透明なので、どのサイズ使ってもそんなにあれかなと思うんですけど、そのデザイン直径の方がどのぐらいのサイズを使うかで、黒目が大きく見えたり小さく見えたりしてしまうので、めちゃくちゃ大切になってきます。なので、デザインを選ぶとき、サイズを選ぶときは必ずデザインの直径から選ぶように気をつけてください。ということでね、ちゃんとデザイン直径 DDIA について知ったので、次にですね、自分に合ったね、サイズの選び方、ポイント3つから順にご紹介していきたいと思います。まず1つ目に、自分の目の幅に合ったデザインをチェックすることです。どういう意味かっていうと、コンタクトね、実際にね、つけたことはね、わかるかなと思うんですけど、まあ、皆さんもちろん目のサイズ違うんですよね。私自分の目、こうは大きいけど、こうはそんなにないと思ってて、なんかもうね、横に広いタイプの人とかね、縦に大きい人とか、もう細長い狐目だよって人とか、いろんなね、目の形があると思うんですけど、自分の目の形に合ったサイズを選ぶようにしましょう。というのも、このデザイン直径っていうのは、このね、黒目の部分の直径の絵柄のことを言ってるんですね。なので、このデザイン直径があまりに大きすぎてしまうと、白目、黒目の部分がなくなってっちゃったりするんですよ。で、そうなると、お化けチックに見えたりとか、サイボーグ風に見えたりする危険性があるので、なるべく自分の目の幅に対してのサイズ感で選ぶようにしてください。実は黄金比っていうのがあって、だいたい白目、黒目、白目に対して、1対2対1ぐらいのサイズ感で選ぶのがベストだそうです。例えば今私がつけてるのが13ミリなんですけど、わかるかな？こう今正面向いてて、1対2対1。で、ちょっと横向いてるのであれなんですけど、こんな感じ。ね。いい感じに1対2対1になってるかなと思います。なんかカラコンもちろんつけてる感は、キュルキュルしちゃうのでわかるかなって思うんですけど、なんかその、白目なさすぎてとか、サイボーグ感みたいなものは結構感じづらいかなと思います。それは私が多分自分の目の幅に合ったね、サイズ感をつけてるっていうのが一番の理由かなと思います。なので皆さんも自分のね、目の幅、例えば広めの人は結構広めのサイズでもいいと思うし、なんかちょっとね、目の幅狭いよって人はね、もうなるだけ小さいサイズをね、つけるのがおすすめです。1対2対1ぜひ覚えてください。ポイント2つ目が、黒目に対して選ぶことです。これどういう意味かっていうと、日本人の黒目の直径っていうのが11センチから13センチが平均って言われてるんですね。なので、あまり大きいサイズを選びすぎると、じゃあ黒目があったとして、その上から自分の黒目より大きいサイズのカラコンを選ぶと、このはみ出た部分がどうしても透けるんですよね。なので、例えば縁がないカラコンっていうのがあるんですけど、その縁なしカラコンを選んでも、こういい感じに黒目からはみ出た部分だけ透けて見えるから、縁がある風に見えちゃうんですよ、結局。で、やっぱり黒目の重なってる部分と白目の重なってる部分では発色が異なってしまうので、なのでなるべく黒目のサイズにね、近いデザインの直径を選ぶのが個人的にはおすすめです。でももちろん、もうわざとキュルキュル系で、もうバンと持ってきたいっていう人は、全然黒目からはみ出ても大丈夫なんですけど、自分の黒目ちょっとちっちゃいかなって人とかは、そのはみ出ることも加味してデザイン自体を選ぶとかね。特にブラウン系はそんなに大差ないんですけど、色素薄い系とかだと、白目受けするとね、めちゃくちゃ青色がパンって跳ねたりとかして、
めちゃくちゃ不注意感が出てしまうので、気をつけて選んでみてください。でね、ポイント3つ目なんですけど、これはめちゃくちゃ持論。私が思う自分に合うサイズのカラコンの見つけ方なんですけど、こう、目を見開いた時に、デザイン丸見えするぐらいのサイズ感がナチュラルでおすすめです。どういう意味かっていうと、よいしょ。今これ私、普通の顔なんですけど、普通の顔なんですけど、こう目をね、グッて見開いた時に、わかりますか？カラコンがちょうど丸見えするんですよ。ここかな。はい。このぐらいのサイズにしておくと、なんか個人的にはナチュラルに盛れるなっていう風に体感してます。これよりかも直径がかなりでかかったりすると、プリクラで目変になっちゃった時みたいな、加工かかりすぎた時みたいな仕上がりになってしまうので、こう目をくって開いた時に、ちょうど私の黒目のサイズも多分そのもののサイズなんですけど、なんかこうナチュラルに盛れるのと、その1対2対1だったりとか、黒目に対しての直径の話とかね、ポイント1、2で紹介したもの、なんかちょっとフィットしてるかどうかっていうのは、これって目を見開くことで確認できるから、個人的には思ってます。1対2対1っていう話をしたんですけど、目のね、このね、幅がね、結構ないと1対2対1でも、なんかちょっと白目の部分が少なく見えたりすると思うので、もっとちょっと直径で、小さいものを選ぶとかね、自分の目の形に合ったもので選んでいただければなと思っております。でね、韓国カラコン。私が中学生の時とかは、なんか虫ついてたとか、なんか綿棒で擦ったらデザイン消えるとか、ね、シリコンハイドロのなんかがどうこうみたいな、すごいね、危険性とかも話題になったんですけど、科学も進歩してるのに合わせてカラコンも進歩してるので、ワンデーのカラコンでもね、なかなかいいデザインのものっていうのがね、たくさん登場しておりますので、ぜひぜひ皆さんもね、韓国カラコンね、安心してね、使ってくださればいいなと思います。でね、韓国のカラコンね、なんか、もちろん奇抜なものだったりとか、パンチ効いたやつもいっぱいあるんですけど、ナチュラル森系のカラコン結構本当に多くて、なんか日本にはないデザインのアイテムとかもね、いっぱいあるので、ぜひぜひ、あと質が高いものもあるし、やっぱなんか韓国の方が、韓国のね、カラコンの専門店いっぱい露店に並んでたりとかね、なんかもっと国民に対して身近な存在なのかな、日本よりかもねって思うので、ぜひぜひチェックしてくださったら嬉しいです。でね、またね、おすすめのショップとかもね、皆さんに紹介していきたいなと思っておりますので、またチェックしてきてくださったら嬉しいです。ということで、今回も動画が面白かったよ、参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。 TikTok だったりとか Instagram の方でもいっぱいレビュー載せてるので、合わせてチェックしてくださったら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。アンニョン。